下着をつけろお前。え？森くんちゃん、杉尾田です。ジャスティファイ、話してもわからないラガーです。はい、じゃあラガーさん、今日ね、はい、これ。お、フィギュアですが、なんかわかんないっす。何やってるかわかんないっす。あれ、薄皮の先にも何もない。名前だけ。名前がある、名前だけ。名前読んで、名前。徳野千崎って書いてあります。千崎徳野。千崎徳野さん。はい、開けてください。はい、じゃあ薄皮。さっきから薄皮って言うけど、薄紙やから。そうっすね、薄皮ってもう饅頭だよ、饅頭。これいつもね、松本さん剥がすのが、あ、はい。違う、本当に食っとる。出して出して出して、ほいほい。出席簿みたいになってます。よいしょ。おわい。これを。何ですかこれもう。いやいやもう悪の組織みたいな。いやいやいや。一万田さんよりさ、ここのさ、作りが違うのよこれ。いや作り違うっていうか俺初めてですよここまで造形美な。そうそう形が違うのよこれ。だってマンコっすよマンコ。いやお前黙れ。これだって。いやいやもうちょっとお前ちょいいからちょっと下着をつけろお前。え、まず下着をつけろ。なんかラガー頭ボンさんみたい。ジャスティファイ、ジャスティファイ。これ何も見せるとこないじゃないですか。だってこれやばいよねこれ。だって上も下も全部ちょっと待って、ギリギリどころかこれ見えとるやん。見えてます見えてます。見えてるところ入ってないですもん完全に。これそうね。じゃあちょっとこれ、これ相当やねこれね。ジャスティファイ、何を取らすと左乳のほくろです。これですね。これ決してあれですよ、汚れじゃないですね。これこのアングルいいっすね。ここにもほくろがある、ね、これですね。これ汚れじゃないですね。そのほくろやね。じゃあこれ取ろうか。キャストオフ、キャストオフ。ジャスティファイ。あーそうですか。これをドッキングさせる、こういうこと。すげえ。これ素晴らしいね。これあれですかね、シチュエーション的には先生と生徒みたいな。いやわかんないよ何も。なんか先生ですよね多分このピチッとしたミニスカートというか、うん、そして正規。いや正規っていうのは。すげえ。そんな感じでね、よかったねこれね。これいいっすね。これなんか出来がどうこうとかいう問題じゃないもんねもうこれね。もう、うん、これがもう完成品やからこれ。これ漫画系の。これ何なんすかこれ。知らん。え？エロいから買った。そう。松尾田道中記。はい、ということでエロフィギュアでした。これどう、どうなんて言えばいいこれだってさ、見てきて、チャンネル登録お願いします。お願いします。グッバイ。